さあ皆さんおはようございます、セイントラビです。今日はですね、はい、後ろに離島ターミナルあるんですけど、そちら側には行かずバスターミナルの方に行って、空港に行って、そしてその後与那国島に行きます。初潜入です、与那国島。めちゃめちゃ楽しみです。で、今日実は3年ぶりとか3年ぶりにトライアスロンが開催されるということで、結構大変です。道が全部閉鎖されてるし、空港まで行くのも一苦労ということで、今ホテルの人にターミナルまで送ってもらって、でこの後、はい、バスターミナルの方に向かって空港に行きたいと思います。では、はい、まず空港ですね、行きましょう。ということで、今日はですね、なんかトライアスロンがあるんで、いろいろと変わっているということで、はい、一番乗り場からもう早速乗った方がいいですよというのをいただきました。運転手さんに乗った方がいいよって言って、ありがとうございます。優しいです、皆さんいろいろ教えてくれるんで、僕は何のこっちゃわからないまま、はい、行きたいんで。で、あ、来ました来ました、あれですね、またいろいろ来てます。さあ、無事に間に合うのかどうかですね、行きましょう。さあ、ということで、いよいよバスには乗り込みました。で、結局何時に着くのかさっぱりわからないんですよ。バスには乗り込みました。何時に着くんでしょうか。今、僕のお客さんは誰もいないんで、なんかね、やっぱね、トライアスロンの日なんで、多分島民の方は出ないんですね、普通。で、僕こんな知らなかったんですよ。まさか今日はトライアスロンとかね。そういうことなんで、とりあえず、空港まで行ってきます。さあ、無事にですね、1時間かかりました。はい。普通ならもっと早いんですけど、1時間かけて空港まで到着しました。トライアスロンめっちゃ走ってましたよ、はい、頑張って走ってましたね、すごかったです、筋肉がすごかったです、僕のお腹ぐらいすごかったですということで、はい、今から、チェックインしてですね、与那国の方に行きたいと思います。はい、ようやく着きました。では行きましょう。さあ、無事にチェックイン終わりましたということで、はい、送り見えますプロペラ機で向かいたいと思います。さあ、では行きましょう、与那国への旅、石垣島。さあ、いよいよです、いよいよ行きましょう。よし、いざ与那国島へ。さあ、見てください、これ、これです、この瞬間、この瞬間を見れるジンベエザメの飛行機、すごいことが、すごい瞬間が撮れました今。すごいすごい。さあ、ここが与那国の地です。日本最西端、与那国の地となっています。さあ、これが与那国空港ですね。はい、いよいよ来ました、初潜入ですね。素晴らしいところに来てしまいました。セイトラブご覧の皆さん、はい、いよいよ最西端まで来てます。はい、昨年の移動距離、私、日本だけで世界半周強となってます。それでも行きます。行くしかないでしょう。いざ与那国へ。Let's say travel。さあ、まずはレンタカーを借りましょう。空港の目の前がレンタカーとなっています。さあ、どんなツアーになるのか。与那国空港目の前ですね。よいしょ。なんかここってそう、空港の目の前でご飯食べれますよって書いてたんですけど、早速今日は貸し切るため、はい、休みということですね。
さあでは行きましょう、与那国島です。さあそしてまずは東崎展望台に到着しました。はい、すごいです、これはすごいです。馬めっちゃいました。ちょっと帰り取りますけど、はい、馬めっちゃいるし、さすが展望台で、爆弾すごいです。踏まないように気をつけながら行きましょう。爆弾が、はい、結構ね落ちてます。さあ東崎展望台、よいしょ、書いてますね、いろいろ。じゃあちょっと進…ちょっとどういうこと？自由ってこと？すいません、じゃあ通らしてもらえるんですかね、これは。いいですか、行って。横から行った方がいいですか、邪魔ですか。そんな見られてもさ、すいません、じゃあ横、そんな見られる？通らせてもらえ、また来た！そんなに？いいです、いい、ごめんなさいね、お邪魔しますね。通らせてもらいます。はい。そちら行かれますか？じゃあ、道、すいません、譲っていただいて。そんな感じなの？こんな感じなの？普通に人よりも歩いてくるってこと？道を歩いてきはるんですね。さあ与那国馬とはということで、かなり純度の高い在来馬であることが明らかになっていると。日本の在来馬では最も小型であってっていうことを書いてますね。与那国の厳しい自然下で400年以上にわたり人と共に生活してきた貴重な遺伝資源でありますと。って書いてましたんで、遠目から撮影しましょう。いますよ、こっちに。すごい。牛さんはどこに行くんでしょうか。一斉に移動してます、みんなで。でこちらには与那国の馬がいます。あ、赤ちゃんもいる。あ、なんかいるね、赤ちゃん2匹、2頭か。よいしょ。ちょっとね、あんまり近づいたらダメって書いてたんで、後ろに立ったら絶対ダメですからね。こうちょっと前からちょっとね、大自然です、本当に。ごめんね、大自然です。ちっちゃい声でやるだけあからね。さあそしてこちらが立ち神岩というみたいですね。立ち神岩ですね。すごい、確かに変わった岩です。見てくださいね。そしてこの絶景、この断壁、素晴らしい景色が出迎えてくれました。これが与那国島です。さあ三犬台という、はい、展望台にやってきました。
っとね、ここは入れないみたいですね。この奥は危ないということです。さあ、ではこちらの展望台に登ってみましょう。よいしょ。サンニヌ台。なんかでもどこ行っても景色いいよな。確かに空。よいしょ。あ、なるほど。確かに確かに。軍艦のように見える岩ってこと？軍艦岩。すごいすごい。確かに見える見える。はい。長崎にもね、軍艦島というのもありますからね。はい、こっちって危ないわな、確かにこれ。これ危ないよ。すごいすごい、見えますね。すごいです。軍艦岩。いよいよドクターこと診療所のロケ地に向かっています。さあ、ちらとなってます。これね、全然看板出てないんで意外と行きづらい。なんかもっとなんか看板出してくれたら嬉しいなぁと思いながら進んでます。さあ、着きました。ドクターこと診療所のいよいよ、はい、ロケ地となってます。300円いるんや。300円いるみたいです。財布は忘れました。ちょっと取ってきます。進んでいきましょう。この自転車を乗りましたよということですね。はい。ドクターこと診療所。自転車もあります。はい。すごい。2006年か。吉岡さん、柴崎さん、時藤三郎さん、大塚ねねさん。あ、青井優さん、泉谷茂さんとかね。あ、そうそうたるメンバー。桜井幸子さん。そうそうたるメンバーが出てましたね。すごい。さあ、そしてこれが事務室ですね。こういう感じで。でも海が見えるっていうのはもう最高ですね。本当に。こうやって海が見えますよ。ね。与那国ブルーですわ。さあ、ドラマ、ドクターことのロケ地行ってきました。いや、本当にね、素晴らしいドラマだったことを思い出します。何よりも海が見えるこういう診療所っていうのはね、やっぱいいですよね。はい。さあ、では続いての場所行きましょう。さあ、南牧場に到着しました。かわいいかわいい。なんでそんなかわいいんでしょうか。よいしょ。いっぱいいます。なんか見られてます。いっぱいいます。でかい、おっきい。あ、大間です。どこ行くんですか。なんで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 。ちょっと喋ろうよ。ちょっと。無視です。よいしょ。いいですね、この雰囲気が。奥には海が見渡せ。はい。
馬がたくさん放牧されています。人は誰もいない。親子ですかね。親子ですね。絶対めっちゃ似てるもん。すいません、邪魔しないでします。すごい、ヒー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 。さあ、日本最西端の展望台にやってきました。日本で一番最後に夕日が沈む島、場所ですね。よいしょ。さあ、では行きましょう。こうどう上がっていくのかな。こうでいいかな。よいしょ。灯台があります。めちゃめちゃ風も強いです。先日は最南端波照間に来、そして最西端与那国に来てます。素晴らしい旅となってます。さあ、ここまでやってきました。いよいよです。よいしょ。はあ、またちょっとこの坂がね、こうなってるんですよ。よいしょ。さあ、日本最西端与那国島と書かれています。こちらです。はい、間近に台湾が見えてます。素晴らしいこの景色です。はい、いよいよここまでやってきました。これが最西端。さあ、行きましょう。さあ、そしてこれが最西端の地と書かれた石碑ですね。これを触れることによって全てクリアとなります。いやー、ここまで来ました。セイトラルがいよいよ与那国の最西端の石碑を触れることとなりました。ありがとうございます。来ました。そうです、これが最西端の地、与那国の石碑です。やってきましたよ。よいしょ。そしてこれが灯台となってます。この石碑の、まあ、やっぱりこの最西端の灯台、そして石碑が建ってます。さあ、こちらが3万年前の航海ということで、徹底再現プロジェクト、最初の琉球列島人はね、最初の琉球列島人は3万年以上前に黒潮の海を越えてやってきた。彼らの挑戦を知るための丸木線の実践航海、男女5人が体温を立ち45時間かけて与那国島にたどり着いたということですね。2、4、5人、ほんまや、すごい。さあ、そしてこちらが与那国の西崎から見える景色となっています。この最西端の地から見える地平線の奥には一体何があるんでしょうか。素晴らしいこの絶景とともに、私たちは今何を求めてるんでしょうか。進みましょう、先へ。さあ、与那国島の、はい、ランチはモイストロールカフェ。日本で一番西のカフェに来ました。日本で一番西のカフェです。ピザもあります。イタリアン、美味しそうです。さあ、かわいい、店内もかわいい、外が外観もかわいいですね。店内もかわいいですよ。行きましょう。
さあ来ました、カンパチのカルパッチョのパスタ。ということで与那国で採れたカンパチです。こんなんの美味しいに決まってる、もう匂いがいいんですよ。すっごい食欲をそそる匂いとなってます。さあではいただきます。さあそして締めのスイーツは蜂蜜ロール、そしてショコラロール、そしてチャイです。黒糖のチャイ。さあ与那国島にある最西端カフェですね。こんなところでまさかこんな美味しいものと出会えるとは。ありがとうございます。いただきます。さあモイストロールケーキ、こちらめちゃくちゃ美味しかったです。はい、カフェですね。で、かわいいこのバイク。はい、しかもね、あのパスタ、ランチパスタなんですけど、ロールケーキ2個ついてきて、コーヒーついてきて、はい、1500円ということで、めちゃめちゃお得です。食べ過ぎました。与那国でこんな食べるとは。ごちそうさまです。さあでもそろそろかな、そろそろ一日回って、はい、あ、こっち商店もありますね。ちょっと商店見たいな。さあ6時50分の便ですから、今ちょうど3時、残りあと3時間ぐらいですね。レンタカー6時には返さないとダメなんで、よいしょ。さあもう少しだけ、あと半周じゃ4分の1ぐらいですね、残り。行ってきましょう。そしてティンダバナに来ました。ティンダバナですね。はい、ちょっとどういうのかがさっぱりわからないんで行ってみましょう。っていうかすごいこう険しい、なんか怖いねんけど、進んでいきましょう。寒くなってきた。僕ちょっとこれ半袖ダメかも、上着持ってきてないんですよね。寒い。よいしょ。ちょっとこの険しい道を進んでいきます。ああ、眺めがいい。ね。漁港とかある。天気がもっとね、良ければいいんでしょうけど、ちょっと雨降りそうやしね、なんか。寒いよ、何よりも。よいしょ。筋肉痛がひどくなってきました。そしてこれが、犬岩って書いてますね。犬岩かな？犬岩ですね。おぉ、なんか、すごいですよ。はい、こんなえぐれる、なかなか寒い、風が強くなってきた。これのことかな、まさか。これっぽい、俺なんかいる、怖いよ、一人じゃ怖いよ。これこれかな、なんかこれっぽいね。違う、あれ違うんかな、まだ行くってこと。なんか怖いね、人がいないとやっぱ危ない。これまだ行くってこと。今のっぽかったけどな、まだ道があるってことは。こんなとこで遭難したらもう誰も助けに来てくれないよね。よいしょ。あれ、なんか見えてきたよ。よいしょ。え、どういうこと、これ、あれ、何これ、あ、これ、あ、これや、これもまたくぐれるんや。なるほど。お、すごい景色。こ
こや、これ。これを降りていけばいいんですね。ほら。よいしょ。危険だ。また、こういう感じのやつやもんね。よいしょ。またこんなやつですわ。ね。いつもね、滑るんですよ。ね、草履で来るとこんな、危ないから。よいしょ。多分こういうところ、あ、まだあるの？いや、これずっと、あ、なんか書いてる。来た。なんか書いてますよ。なんか書いてます、いろいろ。はい。よいしょ。すごい絶景。絶景が待ってました。はい。ただまだ進めるんですよ。結構来てます。おい、はい、あ、素晴らしい絶景はいいんですけど、また戻るっていう、よいしょ、これね、やっぱり、そう、沖縄ってこう僕突っかけて動くんですけど、こうね、観光をやっぱねするときは突っかけダメですね、危ない。よいしょ。あれ？行き止まり？あ、ここで終わりってことですよ。これ以上は行ったらあかんね。危ないね。はい。これで以上ですね。さあ、これが曽内集落の、はい、街並みとなってます。天気が良ければ絶対綺麗。ねえ。素晴らしい景色です。こちらが南田浜になります。よいしょ。ちょっとね、もう夕方近くになってきて、太陽がね今日は照ってないんであれですけど、よいしょ、いかがでしょうか、南田浜。よいしょ。綺麗。海がそれでも透き通ってる。最高の景色となってます。そしてこちらが旦那浜になります。めちゃめちゃ波が荒れてます。旦那浜。これはちょっと泳げないね。めちゃくちゃ荒れてる。すごいです。さあ、無事に与那国空港に戻ってきました。はい、朝から夜まで、はい、1日かけていろいろ回ってきたんですけど、さすがです、さすが与那国。もうね、馬いる、牛いる、めちゃくちゃ可愛い、素晴らしい、本当にこの景色と、そして動物たち、触れ合いました。さすが日本最西端の街ですね。はい、あとたまたま入ったカフェのあのロールケーキが、黒糖がやっぱ美味しかったですね。ということで、この後飛行機に乗って石垣に戻って、しかも明日東京に戻ります。はい、ということで、また、はい、戻ったら少し回しますね。ありがとう、与那国島でした。さあ、与那国空港レストラン旅ガフに来てます。はい、ロールケーキ、そしてコーヒー、メニュー、空港となってます。飛行機出るまでちょっとゆっくりします。超瞑想らしいです。与那国空港レストラン旅ガホーさんでちょっとお茶してました。こういうのがあると助かりますよね。よいしょ。
では飛行機を待ちましょう。全部閉まっちゃってる。さあでは与那国を後にして石垣島に戻りたいと思います。エアコミューター。さあ、じゃあ帰ります。留守番はレバーを上げながら留め金を離してください。頭からかぶり、紐を腰に巻いて留め具を。ということで、与那国から無事に石垣空港に戻ってきました。はい、非常にうまくいった旅だったと思います。スケジューリング通り来ましたね。明日、東京に戻ります。今日はこのまますぐホテルに戻って、はい、休みたいと思います。では、またお会いしましょう。明日か。明日も動画つなげちゃいましょうか。じゃあ、おやすみなさい。おはようございます。スイートラベルです。さあ、いよいよ最終日となっちゃいました。今日はもう本当に東京に戻る移動日ということで、東京戻ります。このバスターミナルから、まずは石垣空港、そして JAL で、はい、羽田空港へ戻っていきます。非常に濃い石垣離島の旅だったと思います。初日は石垣島に行ってですね、その後は、はい、波照間行けましたね。波照間船が出てましたんで波照間に行けて、そして翌日は西表、そして、どこ行きましたっけ。西表の後は竹富に行ったんですよね。で黒島とか小浜、はい、行きましたね。そしてなんと与那国まで行けたということで、こんなに綺麗に、はい、回れるとは思ってなかったです。実はトライアスロンがあったりとか、結構台風が来たりとか、やっぱりね、いろいろこう、どう言ったらいいんですかね、まあ、柔軟に対応しないとダメやなと思ってたんですけど、最初組んだ、まさしく予定通り行けました、はい。ということで、この後バスに乗って、まずは石垣空港の方に向かいたいと思います。ありがとうございました。はい、行ってきます。無事にチェックに出ました。僕の大好き、ドイツ石垣も買いました。ということで、はい、羽田に、出発したいと思います。めちゃめちゃ保安検査場、めちゃゴミです。バイクって、トライアスロンのバイクって、持参してるって初めて知りました。びっくりしました。日本航空の順番についてご案内いたします。東京羽田空港行き時刻10時40分発 JAL 972便の飛行機へのご案内はどうです。この後10時35分を予定しております。なお、ご搭乗者お客様同士の間隔を保つため、ご搭乗は4回に分けてご案内いたします。ついトラベルを引き続き、はい、まずは国内を、国内の至る所に行っていきたいと思います、はい。まだまだコロナ禍で海外に行けないですけども、
国内を、まだまだ日本は国内でも楽しいところいっぱいありますので、皆さんにお届けしていきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。